ジャンシャルル・ド・フォンブリューヌは、フランスの作家。16世紀フランスの先制術師、ノストラダムスの予言集について信奉者の立場から解釈した著書。歴史家にして予言者ノストラダムスが、国際的なベストセラーになった。1935年10月29日にサルラの医師、マックス・ド・フォンブリューヌの子として生まれた。マックスの本名は、 マックス・ピージャール・ド・ギュルベールと言い,い、断絶した文家の生をもとに、ド・ホン・ブリューヌという筆名を名乗って、文筆活動も行っていた。マックスは信奉者的な立場から、ノストラダムスの予言集を解釈して、未来予測を行っていた人物で、1930年代に関連書を複数出版した。1938年に、 解説され中期されたミシェルノストラダムス氏の予言集をエクス・アンプロバンスで刊行した。ハンドイツ的な未来解釈を含む、この著書はよく売れ、翌年にサルラで再版されると1940年までに、少なくとも、第8版までが刊行された。彼のハンドイツ的な解釈としては、以下のような例がある。マックスは、死の、キプロスを、女神、ウェヌスの隠縁と見まして、 地名とは捉えず、王はドイツの指導者と解釈した。これによって、マックスはこの死にドイツ軍の敗北と指導者の死が予言されていると主張した。しかし、ビシー政権はこうした解釈がドイツを刺激することを危惧し、1940年11月に発禁処分とした。レジスタンスはむしろ反ドイツのプロパガンダとして、 この本を地下出版の形で再刊したという。戦後になると、1946年に第10版が刊行された。これは、初版をほとんど改変していないという触れ込みではあったが、実際には、外れた予言については、解釈や位置づけが大幅に変更されるなど、様々な変更が施されている。1958年には、第11版が刊行され、 その後しばらく開くが、1975年には、息子ジャンシャルルド・フォンブリュムが、自費出版の形で、エクスアンプロバンスにて、第12版を刊行した。翌年には、ノストラダムスが、本当に語ったことと解題された上で、ヘンリー・ミラーが寄稿した序文をつけて再版された。フォンブリュムが、ノストラダムス解釈の定本にしたという1605年版。 予言集、マックスの息子ジャン・シャルル・ド・フォンブリュヌ、本名ジャン・ピジャール・ド・ギルベールは、製薬会社で、外交員として勤務し、管理職となったが、その傍らで1963年以降、自身でも、ノストラダムスの予言解釈を積み重ねていたという。彼は、父親の解釈を土台にしつつも、その誤りを訂正して発展させたと主張していた。その成果は、 1980年に歴史家にして予言者のストラダムスとして出版された。この本は、口述するように国際的な大ベストセラーとなった。一方、様々な批判も引き起こした。だが、フォンブリューヌはこの本の成功によって、自信を深め、自分こそがセザールだと主張した。他に予言関係の著書としては、 聖マラキの予言に関する著書も複数刊行した。それらも、また、聖マラキの予言を信じる立場からの解釈集であり、最初の著書、マラキの予言、諸教皇の歴史と予言については、111部すられた初版のうち、一部をヨハネ・パウロ2世に検定したという。フォンブリュングはその後もアメリカ同時多発テロ事件が起こると同じ年のうちに、 ノストラダムス、1999年から2025年へ。ノストラダムスは2001年9月11日の事件を予言していた。ノストラダムスで、で1999は2025。ノストラダムスアベプレジットレイエベンマン111、セプタンブラ2001、エズジュロシェ2001を世界金融危機が進行すると2009年に、ノストラダムスは予言していた。 金融危機、チベット、中国、コーカサス、イラン、アフガニスタン、ノストラダムスウェル、アベプレジット、クライズ・フェノンシエア。チベット、シーヌ、コーカス、イラン、アフガニスターンを刊行するなど、国際情勢の進展に合わせて、シナリオを修正しつつ、海底版、海大版なども含めて10冊以上のノストラダムスの解釈書を精力的に刊行した。 それらの著書のいくつかも多言語に訳され、いくつもの国々で刊行された。2010年12月7日に脳腫瘍のため75歳で没した。最後を迎えたのはブリーブライコールガイヤルドの病院だったが、遺体は出身地であるサルラに埋葬された。その死に際してサルラの市長ジャンジャック・ド・ペレッティは弔意を表明した。彼の処女作。 歴史家にして予言者ノストラダムスは1980年にモナコのロシア社から刊行された。題名はノストラダムスが語ったことはことごとく的中し、的中したものは歴史となっていくという見解に基づいている。そのため歴史家ノストラダムスと予言者ノストラダムスの二部構成になっている。前者では1980年以前の的中例の数々を 豊富な歴史書からの引用などによって敬意づけるものとなっている。フォンブリュングはサンバルテルミーの虐殺、30年戦争、フランス革命、2度の世界大戦、4度の中東戦争など歴史上の大事件の数々を200編以上の詩編と結びつけて解釈している。後者は未来のシナリオを多くの予言誌によって描き出すという構成になっている。 その筋書きはこうである。1983年に第三次世界大戦が起こり、東側諸国とイスラーム諸国が手を結んで、西側諸国に侵攻し、その途上でパリが壊滅する。フランスの第5共和制が崩壊して、ブルボンアサの血を引くアンリ5世が王政復興を行い、この偉大なクーニッシュの下で3年7ヶ月にわたる大戦は、 西側諸国の勝利で終結する。フランスでは、核攻撃を受けたパリからアビニョンへの戦闘が行われつつも、束の間の平和を享受する。しかし、1999年には、ハンキリストによって2026年まで続く、新たな対戦が引き起こされ、その途上で、フランスの復興王政とローマ教皇庁は、終焉を迎え、その後で千年王国が到来する。 発売当初はほとんど話題にならず、最初の半年間で売れたのは19000冊に過ぎなかったという。しかし、1981年に入って、フランソワ・ミッテラン政権の成立や、ヨハネ・パウロ2世暗殺未遂事件を的中させたとして、注目され、その本に1983年のパリ壊滅や、近未来の第三次世界大戦という、 差し迫った危機が描かれていたことから話題になった。そして、パリマッチのような人気のある雑誌をはじめとする多くのメディアで特集が組まれ、大ベストセラーになった。パリマッチの世論調査では、この本を知っているフランス人は75%、内容を信じているのは25%という結果になり、1982年の段階で、 フランス語版だけで70万部が売れていたという。フィガロは、この本の内容を信じた人々の中には、アメリカやカナダに移住する計画を立てた人もいることを、報じた。その後、フォンブリュヌ自身が後に示したところによれば、各国語に訳され、モントリオール、バルセロナ、リスボン、ハンブルク、ウィーン、ロンドン、ニューヨーク、リオデジャネイロ、サンパウロ、イスタンブール、 アテネなどで出版されたという。日本でも新作ノストラダムスとして1982年に出版された。この役所は後半の未来解釈を中心とする小役版であったが、レニノー・バーゲンの著書などとともに諸外国で見られる4行詞を数多く連ねて未来図を描こうとするスタイルを日本で紹介した形になり、 日本の信奉者たちの解釈スタイルに影響を及ぼしたという指摘もある。フォンブリュヌの本の売れ行きは、フランスで、ノストラダムス関連書が激増する契機にもなった。その反乱ぶりは、ノストラダムス予言集の初版が出版されて、以来、例がなかったほどだと評する者も,もいる。大ベストセラーになった、この本は、様々な批判にもさらされた。 ミッテラン政権と結びつけられたのは以下の詩である。この詩について17世紀から18世紀の信奉者たちはローヌ川とソーヌ川の合流点にあたるリヨンでローマ教皇が死ぬ予言と解釈していた。しかし19世紀以降の信奉者たちはバランスで血を吐いて死んだピウス六世のことと解釈してきた。二行目はバランスが ローヌ川とイゼール川の合流点の少し南に位置していることや、バランスの北に大都市リヨンがあることなどと結びつけられたのである。これに対し、フォンブリュングは、バラを、フランス社会党のシンボルマークと解釈し、フランス社会党が権力を握るときに、ローマ教皇が、リヨンで死ぬと解釈していた。後者は、ヨハネ・パウロ・二世が、 バチカンのサンピエトロ広場で狙撃されたことと全く整合しておらず、前者についても、左翼が政権の座につくことで表現の自由が弾圧されると解釈しており、事実と適合していないことが批判された。もちろん、1980年代前半に設定していた第三次世界大戦も実現しなかった。フォンブリュングは、末巻きで、 自身の解釈には的中したものもあると主張したが、それについては信奉者側のブライク・イオネスクからさえも空想の産物と一周された。信奉者側のフォン・ブリュヌに対する評価は様々である。イオネスクは蒸気のように的厳しく評している。また、そのイオネスクと共同で、ノストラダムスの最終的勝利を表したジャーナリストのマリー・テレーズ・ド・ブロッスは、 かつて自分が担当したパリマッチの複数の記事でフォンブリュヌを高く評価したことについて不適切だったという判断を示した。エリザベート・ベルクールや後藤つとのように、ほとんど一冊丸ごと、フォンブリュヌ批判に咲いた本を刊行した者たちもいる。ベルクールは、マックスの戦前の版と戦後の版、そして歴史家に指定予言者、ノストラダムスの三冊を比較し、 フォンブリューヌ解釈の改変過程や、恣意的な解釈内容を批判した。後トは、ファティマ第3の秘密の時点では、自分の従来の解釈の正しさの傍傷となる、ものとして、フォンブリューヌ解釈を評価していた。しかし、ノストラダムスの第4言4では、フォンブリューヌが、恐怖の大王の正体を日本と解釈したと紹介し、フォンブリュヌの本には、明記されていないが、 隠された意図として、黄色人種差別、特に、日本人に対する強い敵意が存在しているとして、批判した。他方で、同じ信奉者でも、ジョン・ホーグは、ノストラダムス関連書の格付けにおいて、5段階評価で、4をつけた。カジキヨシヒロは、人類最終戦争1991から1995第3次欧州大戦の時点では、 フォンブリューヌの解釈は時期設定などに問題があるものの、近未来に起こる危機の解釈として、自分の解釈に一番近いものと評価していた。ただし、翌年の著書では、フォンブリューヌがテレビ番組の、小泉のこんなものいらないレバーブを口ひげと解釈することはできないと発言した、ことを取り上げて、死の比喩が分かっておらず解釈者の資格がないと批判した。 このほかオウム心理教の朝原昌光は、フォンブリュヌの解釈を評価し、ノストラダムスの調査のために1989年2月に、突出した際には会見しようとした。ただし、連絡がつかずに失敗したという。信奉者側には、以上のように様々な評価が見られるのに対し、歴史学者や仏文学者などの実証的な論者や、会議論者の間では、 フォンブリューヌの解釈を評価する声は聞かれない。1982年に、アメリカの会議主義団体チーコップの機関誌、スケプティカル・インクワイヤラーは、ノストラダムスの予言と、販売と題する特集を組み、オランダの日刊誌で、テレグラーフの調査報道記者ヘーベンスが、フォンブリューヌ解釈を、批判的に検討した記事を載せた。1983年に、 フランスで設立されたノストラダムス協会は、フォンブリューヌの解釈は人を恐れさせて本を売ろうとする商業主義的姿勢に立つものとして、設立当初から明快に否定した。そもそも、この会が設立された背景として、フォンブリューヌによって引き起こされたブームに対し、きちんとした研究を示そうという意図があったという。同協会の機関誌、 ミシェル・ノストラダムス研究史の総監号と第2号にはトゥールーズ第二大学の超心理学研究室名義による歴史家にして予言者ノストラダムスの書評が載っている。また、フォンブリューヌの日本語訳を手掛けた仏文学者の高台サムは当初は文明論的に評価していたがその後急速に進展した実証的な研究がフォンブリューヌのその後の著書で 考慮されていないために、学術的な研究とは別系統の興味本位的な解釈と位置付けるようになった。初版が出た翌年には、クルブ・フランス・ロワジール社からも出版され、1982年には、ポケット社から、ポケットサイズ版が出版された。同じ1982年には初版を刊行した。 ロシア社からの続刊として、歴史家にして予言者のストラダムス第2巻が出版された。こちらも、書刊ほどではないが各国語に訳され、ミラノ、ロンドン、ニューヨーク、バルセローナ、リオデジャネイロの出版社から刊行された。日本語版が刊行されることはなかった。以下には、学術的に見た場合に、評価されていない文献や、 記事の主題を大きく扱っているわけでない文献も含まれている。ありがとうございます。